大谷翔平のゴーゼロ、ゴーゼロ記念玉、ドジャースが豪華買取ページ。ドジャース対マーリンズ戦の7回、大谷が放った50、50を決めるメモリアル弾はレフト席の前列に飛び込み、バウンドして机の並べられているエリアに落ちた。複数の男たちが猛突進して狂乱の争奪戦が繰り広げられたが、最後は黒い T シャツの男性がゲット。すぐに多くの警備員に取り囲まれ、別室に連行された。記念玉の引き換えは記念品や選手と対面サービスなどが提案されるが、 MLB の歴史を塗り替えたボールとあって球団側も異例の高額買取オファー。男性客はこれも拒否し、自分で保管する考えで帰宅したという。ドジャースはゲットした男性から30万ドル、約4300万円で買い取る交渉をしていると米メディアで話題になっている。前安すぎるだろ、3億円くらいの価値になるって言われてる。持っててもセキュリティとか面倒いからさっさと換金したいわ。てか警備員に取り囲まれて別室連行システム意味不明だろ。でも結局一番値打ちがあるのって最終的に50本になるかわからないけど、その最後のホームランじゃないの。取り合いは本当に危ないから、誰が取っても一旦は球団に返すルールにすべきだと思うわ。メジャーは取った人のものと決まってるし、本物である証明もできるようにしてるからね。なお球団からの30万ドルの交換条件には応じてない模様。そらそうよ、最低でも50万ドルがスタートラインで、100万ドルも余裕で見えるやろ。交換拒否した人はどうやってホームランのボールと証明するのだろう。50号はちゃんと特別玉に変えられてある。記録がかかった時はみんなそう。30万ドルってやめすぎやろ。球団が1年間に動かしてる金考えたら、はした金どころか鼻くそやん。記念玉に限っては事前に取っても所有権は認めませんって予告しとけばいいのでは。いや、取った人のものってルールがあるのになんで認めないとか言い出してるの。管理人のつぶやき、大谷さんのメジャー史上初の記録を刻んだボールなので、欲しい人はいくらでもお金を出しそうですよね。これまでだと球団の要求に応じたファンが多かった気がしますが、今回ボールをゲットしたファンは興奮する中、かなり冷静に判断しましたね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。